食欲の秋。だけど憂鬱。ああ、わかります。また失恋したんですね。はい。そうやけど違います。食べ過ぎて太ったの。痩せなの。あらまあ何キロ太ったの？3キロ。うわ3キロ大きいな。やばいやばいやばい。1週間後にトマスの結婚式なのにドレス入らない。すぐに痩せたい。あれやね、やっぱりその失恋でやけ食いしたんやね。あのね、傷口えぐらないでくれる？あ、1週間で3キロは無理やね。無理かな。補正下着という手がありますよ。補正下着をつけると補正体に見えますよ。しょうもない冗談はいいから。でも確かに母親が言うてた。補正下着したらシュッてなるって。シュッて。実は僕もね、あのボディースーツつけてるんですよ。女性用の。女性用の。これまあ趣味やけどね。いや、おかしいおかしい、ただの変態。もう南さん、またマスターが変なこと言うてます。マスターの頭の中を補正したいです。うまいね。マスターの頭の中補正するときは相当きつく締めないといけないですね。そうだそうだ、締め付けないといけないです。はい、でもね、マスターから補正下着って出てくると思わなかったワードが。いろんなアンテナ張ってますね。何したいんだろうマスター。ね、でもね、この補正下着の製造について、実は滋賀県の地場産業が大きく関わっているんですよ。はい。女性のこうボディラインを美しく見せるボディースーツですとか、ブラジャーはファンデーションと呼ばれているんです。今回のビズラボでは彦根の地場産業、彦根ファンデーションをご紹介します。この地で古くから培われてきた優れた縫製技術を生かして生産される高品質のファンデーションなんです。滋賀県にはですね、その他にも各地域で発展してきた地場産業、伝統工芸品もたくさんありますからね。今日も楽しみですよ。そうですね。滋賀経済の今を伝える滋賀経済ナウ、今週もたっぷりとお楽しみください。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回は彦根の地場産業、彦根ファンデーションをご紹介します。時代の流れや安価な海外製品に押されながらも、新しい発想で商品作りをして地場産業を守ろうと奮闘する彦根の企業を取材しました。彦根市の地場産業として発展してきた彦根ファンデーション。ファンデーションとはブラジャーやガードルなどボディラインを美しく見せる女性下着のことです。彦根でファンデーション製造が始まったのは戦後に遡ります。もともと足袋の生産が盛んだった彦根でしたが、戦後洋装文化の発展に伴って足袋の需要が減り、培ってきた縫製技術を生かして生産され始めたのがブラジャーだったのです。現在も OEM を中心に有名メーカーの下請けとして、コストパフォーマンスの高い高品質の製品を提供しています。彦根で繊維業に従事している12社の企業が加盟する彦根繊維協同組合の宮脇理事長にお話を伺いました。その旅の技術っていうのを使い、足袋ってこう足に履くものなので、足の凹凸、つま先だったら丸、かかとが丸、立体で縫製していかないといけないっていう技術があるので、下着っていうのもブラジャーもね、カップに合わせて、R 設計っていう立体設計になってるので、その技術を転用して今のファンデーションの技術になってるっていうことになります。縫製していくっていう技術については、基本的には何でも縫えるぐらいの、技術レベルにはなっていると思います。宮脇理事長は彦根の大手ファンデーションメーカー美製産業の後継者として、現在は全国を飛び回る日々。彦根の中心地に本社を構える美製産業は1962年4月に設立、今年で60周年を迎えます。
主に有名メーカーの OEM を請け負い、現在は縫製の拠点を海外の工場に移すなど、安定した生産体制を整えています。彦根本社ではファンデーションの企画・開発を手掛け、取引先へ新商品の提案も行っています。そうですね。もともと組合員っていうのも、最盛期になると30社、40社近く加盟してたんですけど、現在で12社加盟っていうことで、組合員数もだいぶ減少の一途をたどるっていうことと、ファンデーションを事業としてる企業さんっていうのが、当社も含めて、そのうちの 50% にも満たないっていうような現状になってるので、非常に苦しい状態ではあるな。そこから先事業承継どうしていくのかっていう後継者の問題が、ここからさらに深刻になっていくんじゃ、ないかなと。そんな状況下でも地場産業の火を絶やすまいと奮闘している会社があります。こちらは株式会社ジャパンアドカ。1958年に創業した日清産業を前身として1983年に設立。現在はファンデーションだけでなく、サポーター類や各種衣類の縫製も請け負っています。ブラジャーができるまでの工程を佐々木社長に案内していただきました。これが、工程の中の一番最初の、裁断工程になります。最近では自動裁断という新しい機械もあるんですが、弊社では職人さんが昔ながらのやり方で裁断しております。ファンデーションは、ミリ単位の裁断というのが必要になるので、やはり職人の技術というのが大事になってきます。これが先ほど裁断されたブラジャーのパーツになります。これは24パーツあるんですけれども、これで一つの製品になります。だいたい他のブラジャーでも20以上のパーツに分かれるとは思います。これが、製品を作る前に、作るパターンですね。これがサイズになる前のグレーディングパターン。ここから細分化して、一つ一つのサイズごとのパターンに分かれていきます。こちらが縫製の工程になります。裁断物をここで、縫製していくんですが、この工程は、平面から立体になる瞬間の工程ですね。この工程には少し技術がいります。一つ一つメーカーさんによっても形が違うので、この部分は特に、ブラジャーっていうのは特にもう、人間の手、ミシンを使って人間の技術で縫っていくっていう工程が多いです。やはりオートメーション化しようとすると、かなりの枚数、ロット数がいるので、ブラジャーはそこまでのロット数にもなってませんので、型を作ることがかなり難しいですね。こちらはレースなんですけども、ブラジャーのカップ部分、これも、立体になってるんですよね。このように立体になって、さらにそこに1ミリ、縫い合わせの1ミリ横をまたもう一度ステッチをかけていくという工程になります。かなりこの辺もやっぱり繊細な技術が必要になりますね。20以上ものパーツを何工程も経て縫製され、1枚のブラジャーが出来上がります。こちらが、検査の工程になります。これが一番最後の工程になるんですけれども、先方さんに1枚1枚不良がないか、縫製ミスがないか、汚れがないか、そのような部分をチェックしてから出荷になります。ブラジャーの受注はピークに比べて減少していますが、企画やデザインも手掛けるという強みを生かし、細やかなオーダーに対応できる製品作りで
メーカーからも信頼を得ています。一時期は従業員は80名弱ぐらいの人数まで行ってたんですけども、時代の流れもありまして、海外生産などがあり、現在では20数名でやっているのが現状です。現在は多品種小ロット、またファンデーションだけにとらわれず、やっぱり会社を維持していくということもありますし、いろんな技術を身につけるという意味でもいろんなものを扱う工房に今はなっております。はっきり言えばファンデーションの縫製をすることに会社として、正解かどうかっていうのをすごく悩んだ時もあったんです。っていうのはファンデーションをすることによってやっぱり今、売り上げとかそういうことを見るとやっぱり落ちていくと、他のものを塗った方がいいんじゃないかっていうところもかなりありました。でもやっぱり弊社でこのファンデーションの火を完全に消してしまうと、やはり彦根のファンデーションの火も小さくなる。どんなことをしてでも数が少なくなってもファンデーションの火は消してはダメだと、そういうふうに思っております。そうですね、彦根繊維協同組合っていう十数社あるんですけども、加盟している企業が、その中で自生産業さんと弊社の方でとりあえず先陣切ってこのファンデーションで盛り上げられないかと、企画力と、やっぱり数を作るところまで目指して、それでみんなに認められることからスタートかなというふうに思っております。彦根繊維協同組合でも地域へ情報発信し、地場産業を少しでも盛り上げようと活動しています。その事務局長野村さんは、そうですね、今回も県の滋賀県の方で、事業があるんですけども、仕事チャレンジフェスタっていうのがあって、地域の子どもたちに、この彦根の仕事を体験してもらおうというので、工業用ミシンを使って巾着袋作りっていうのを、しています。でそういったところでミシンを体験してもらって、そのものづくりの楽しさを感じてもらって、今後こういう仕事もしてみたいなって思ってもらえるといいかなと思ってます。海外に彦根ブランドを発信するっていう事業をやっておりまして、世界で一番大きい下着の展示会であるパリ国際ランジェリーショーっていうところで出展させてもらっています。今回日本の可愛い文化といってロリータファッションで着るようなそういう可愛い下着を持っていっております。結構ね、日本の細やかなその縫製というのは欧米の人はなかなか気づいてないんですけども、それを一応展示会で説明したりして、取引的にも成立しているところもありますし、大変興味を持って見てもらってるかなというふうに思います。彦根から一つでもブランドを発信できて、それが日本中また世界中に響き渡るような、そういったものづくりができたらいいなというふうに思っております。こういったロリータファッション向けの下着は美生産業が中心となり、彦根発信の新しいブランドを作ろうと取り組んできたもの。企画力を生かし新たな発想で商品を生み出そうと模索しています。他にも LGBT 向けの下着など、どんなものでも形にする確かな縫製技術でターゲットの要望に応える商品作りに挑戦しています。当社の場合は今ある程度値段の高い商品にはなってくるんですけど、割と年齢層の高いところでやらせてもらってるブランドで、ビレーヌっていうブランドがあるので、そこの強化と、あと、海外で専売してるキコネっていうブランドがあるので、ここは力をちょっと入れていきたいなっていうふうには思ってます。あと、組合員さんの方でジャパンアドカさんの方と今、新しいブランドを作っていこうということで、一緒に取り組んでくれるっていうことになってるので、そこがなんとか年内にリリースできればっていうような形で今進行しています。今こういうインターネットで EC の販売ができるとか、環境も変わってきてるので、
工場さんもいいものを作れば必ず自分たちで売っていくっていうこともできるので、自分たちの利益も当然取っていけるようになってくると思うので、例えば D2C であるとかいろいろなこう、売り方の転換っていうのを図っていくのはすごく大事だと思います。おばあちゃんたちの時代はこう家の中からミシンの音がすごく聞こえて、彦根ってそういう街だったっていうのは聞くんですけど、またねなんか彦根って繊維の街だなって言ってもらえる、まあそういうような街になっていけるように、あの地場産業だからっていうことだけではなくて、ある程度実態がついていくような活動ができればいいなと思ってます。知らなかったです。ブラジャーってあんなに細かいパーツからたくさんの縫製工程を経て作られているんですね。だからやっぱりそれなりの値段がするのがよくわかりますよね、はい、だから縫製工程は一つ見てもいろんなパーツの組み合わせますけども、うん、やっぱりあのオートメーション化できないっていう話、そりゃそうだろうなっての思いました。そしてメーカーに頼らずに自分たちの手で彦根発信の新しいブランド商品作りに力を入れていこうって、その点も楽しみですよね。そう、あのロリータファッション用の下着なんか見たらですね、うん、はい、あれもう私はあの芸術品に感じました、作品として、うんうん、まあ、それだけでもやっぱり日本じゃないとあの発信できないもの、滋賀県でないと発信できないものっていうのもありますし、はい、LGBT 用の下着ですよね、うん、ああいったの斬新なアイデアっていうのもですね取り入れてるなと感じました、うん、あと新しい商品発想ができるですね、はい、若い人たちの力も必要でしょうし、うん、で皆さんいろいろ試行錯誤されてると思いますけども、一個 の販売のルートがあのダメだからといってですね、販売地域を変えると今度売れるものもあれば、対象を変えるとかですね、うんうん、値段設定をもうちょっと高めにして適正な価格ですとね、あこの値段であの買ってみようかなっていう方が生まれたりしますから、うん、そういったの試行錯誤を続けていく、これはですねこの歩みを止めてはいけないなと思いますね、うん、あとブランディングっていうのも大切になってきますよね、はい、彦根ファンデーションがブランドになるといいですよね、はい、まあ、例えば今治タオルみたいにね、うん、この彦根ファンデーション、彦根といえばファンデーションなんですよっていう、この一つの下着ブランドとして全国にそして世界に発信していければいいですよね、はい、はい、これからが楽しみです。以上ビズラボでした。おいくぼさんに経済ワードを解説いただくビズログです。さて今回のテーマは何でしょう。はい、今回のテーマは地場産業なんですけれども、はい、滋賀の地場産業なんですよね、はい、はい、なぜかというと、うん、ビズラブでご紹介した彦根ファンデーションもそうなんですよね、はい、滋賀の地場産業でした。しかしそれ以外にもさまざまな地場産業が滋賀県にはあります、うん、はい、南さんいくつかご存知ですか。あの彦根といえば、はい、彦根仏壇でしょ、で高島に行くと仙骨でしょ、はい、あと長浜だったらちりめんがありますよね。そうなんです、全部正解です。そして、ね、こちらをご覧ください、はい、滋賀県の滋賀の地場産業ですね、はい、いろんな地域にあのまたがってですね、うん、分類としては9つの地場産業がありますけれども、はい、ただ地場産業これ全体で見ますとね、やはり近年生産状況というのはちょっと厳しい状況にあるようなんですよね。そうですね、今日ご紹介した彦根ファンデーションの会社の方々も受注が減る中なんとか生き残ろうと頑張っていらっしゃいましたもんね、はい、そこで滋賀の地場産業とはですね、はい、どういったの現状なのか滋賀県のものづくり振興課の担当の方にお話を伺っています。それぞれ状況が違いまして、日野の製薬とあと彦根バルブに関してはそこまで売上が落ちているということもなく、むしろ製薬でしたら売上は順調に伸びていっているって感じなんです。その他の産業についてはもうピークの時から考えるともうひどいものだと数パーセントとかそれぐらいまで下がっているっていう状況ですね。ライフスタイルが変化したこととか、あとやはり大きいのは海外でこう生産されるようになってしまって、そうすると価格競争っていう面でどうしても負けてしまって、それで需要が減ってきているっていうところがあります。ライフスタイルの多様化などによってこの地場産業の現状、本当にここまで厳しい状況なんだっていうのを初めて知りました。そう、南さんのおっしゃる通りで、ちょっとねこちらをご覧いただきたいんですけれども、はい、滋賀県のこれ資料なんですけどね、地場産業に関わっている、うん、携わっている従業員の数を見てみましても、
2010年から2020年の10年間で見てですね、1秒を除いて減ってるのが分かりますよね、はいはい。まあ、それだけ厳しい状況にあるんですが、南さんがおっしゃったようにですね、これ時代の変化が起こりますと皆さんが求めてくることが違います、はい、つまり需要の変化っていうことが現れますよね、うん、で需要が減少していきますと当然メーカーさんを含めまして作ってらっしゃる方々の生産数も減ってくる、はい、すると今度ねなり手が減っていっちゃうんですよね、でなり手がぐーっとこう減っていきますと、うん、その技術を承継継承していくですね相手の方も少なくなっていきますから、はい、産業自体が枯渇していくっていうですねきっかけになりやすいと言われています、うん、まさに負のスパイラルですよね、はい、それどこかで断ち切らないといけないですよね、はい、滋賀県や地域の行政この状況についてどう考えているんでしょうかね、はい、そこでですねこういった状況に関しましても滋賀県のものづくり振興課の岡田さんにお話を伺っています。例えばですけど長浜ですとあらゆるシルク加工っていうのを開発されてそういう取り組み13年かけてされててでその他にも皆さんホームページとかをどんどんリニューアルしてもっともっと自分たちのことを伝えようとしたりそういうふうな取り組みってどんな前はそこまでなかったんですけどここ 2,3 年でぐっと増えてますね。地場産業の事業者さん そのやはり B2B から B2C へのこう転換をこう支援するためにこう外部のデザイナーさんを呼んで商品の新商品の開発とで販路開拓っていうのを支援する事業をしたりですとかあとはまあこれは地場産業の組合さんに対してなんですけれども販路開拓とか、海外展開あと後継者育成っていう取り組みに対して助成をするっていうことをしています。であと今年なんですけれども地場産業の事業者さんたちに対して新しい取り組みをするための設備導入に関する助成をするっていう事業を行ったりもしています。こう滋賀県の歴史とか文化とか風土とかそういうものを反映して守ってきてるものなのでこう特別に大事にしなければならないっていう思いで私たちはこう進めてますね。地場産業の製品っていうと消費者に直接届く最終製品にならないものも多いですししっかり自分たちから発信してまずは知ってもらうことが大切ですよね。はい、おっしゃる通りですね。ただいまの滋賀県もそうなんですけれども、はい、それ以外にもですね各市町村など地域の方々がですねいろんな形で支援することによって地場産業を盛り上げようとしてるじゃないですか、はい、ですぐに効果は出ないかもしれませんけれども、うん、様々な支援の形があることでですね例えば情報発信することができるそれから商品開発をすることができるそういったチャンスを生かしてですね新しい形新しい道をですね模索することができますからぜひ頑張っていただきたいですね。そうですね。その地域で育ってきた子どもたちが地場産業を継ぎたいんだとこう思えるように地域の誇りを守るためにも地場産業が再び活気を取り戻してくれるといいですよね。以上ビズログでした。いかがでしたか。滋賀経済の、はい、地場産業をですね途絶えさせてはいけないという言葉もありましたし、はい、それから何といっても彦根について言うとですね繊維の町彦根を守るんだと皆さんがおっしゃっていましたよね、まあ、それだけ大事なものを守るっていうのは大変なことなんですけれども連携する相手もたくさんいますし、うん、それから若い方たちがね新しい発想で継いでいこうという気持ちもあるはずですからなんとか次世代につながる形でねいい流れを続けていってほしいです ね。ここで止めてしまっては先人に申し訳ないって気持ちになりますもん、うん、はい、ね、ここまで守ってきたのに、はい、のぞみちゃんはどうですか。やっぱり滋賀ってすごい技術が根付いてるんだなって改めて思いました、うん、女性にとってブラジャーってすごい大切ですけどあんなに細かい作業で作られてるって考えたら大切に着ようって思いましたね。大手メーカーの OEM ということですから私たちも知らないうちに彦根で作られた下着を身につけているかもしれないですね。さあマスターはどうですか。はい、地場産業とかけまして結婚相手の一番の条件と説きます。その心は
立地が大切です。立地が大切です。立地が大切、まあ、こんな感じですね。どっちも大事、どっちも大事。でも私は愛が大事だと思 う、 う愛が一番だと思 う、 愛、 ですよ。愛なんて脆いものですよ。そんなことない。滋賀経済の次週もどうぞお楽しみに。愛よ愛愛